はい、まずスタートですね。スタートは、まずは内側から、2番、1番が、スタートを取りに行きましたね。吉田選手が強引にここは外側から、取りに行ったわけなんですけども、まあ、内側では1番の坂口選手、まあ、中段狙いです、でしたね。吉田選手が取りに行くと、まあ、ここは南関東との、今日はライン構成ですね。2番、9番、6番、吉田祐希選手に内藤秀久選手、そして福田智也選手ですね。関東と南関東の東のラインです。そして8番、1番、5番です。志田選手に坂口浩介選手、そして村田選手ですね。ここが8番、1番、5番、中部近畿のラインですね。そして3番、7番、4番、注目の山崎健人選手に桑原選手、渡辺哲夫選手ですね。ここの3名が後方からのレースとなりました。やはりこの中で一番トップスピードがあるのは3番の山崎健人選手、パワーがあるのが2番の吉田祐希選手、縦足非常に、ね、思い切ったレースをできるのが8番の志田選手。思い切ったレースをした時には好成績を収めるんですけどね、やはり勝ち上がりになるとやはり少し大事な走りをしてくるのかなという感じなんですけども、まあ、今日はしっかりと3着まで来てますからね、いいレースをしたのではないかなと思います。そして周回が重なるにつれて後方から山崎健人選手が動きに行くんですけども、山崎選手、まあ、日頃は前を取って引いてかましまくりなんですけども、今日は後方からのレースでしたね。ゆっくりとしたスタートで後方から抑える形になりました。中段にいるのは志田選手、やはり山崎健人選手の動きを見ながらレースをねついていくのかそうでないのかというのも決めてくると思うんですけども、残り2周半ばになりましたね。後ろを見ながら吉田祐希選手が突っ張る素振りも見せずに下げましたよね。すんなり下げて志田選手がこう叩きいくんですよね。山崎健人選手もそれを落ち着いて受け流す形で中段です。中段外並走を嫌って吉田祐希選手が叩きに行きましたね。この辺は非常にパワフルなレースだったと思います。しっかりとラインが重なっている時に叩きに行きましたからね、うまかったですよね。そして坂口選手が6番の福田選手を飛ばしに行きながら、ここもすごく坂口選手いい援護をしてたなと思うんですけども、まあ、ここで2コーナーから山崎健人選手がまくりいくんですよね。後ろは桑原選手、渡辺選手もしっかりとマークをしています。この辺もすごかったなと思いますね。よく渡辺選手なんかねついていって、抜けてきたなと思いますよね。3番手から山崎選手のまくりの3番手から、突き抜けるわけですから、渡辺哲夫選手非常にいいレースをしたと思います。4番、7番、8番です。ゴール決着いたしました。第5レースでした。